ピレリはコンペティションタイヤの歴史で重要な役割を演じてきました。1951年、ピレリはアルファ1号級にその後のタイヤ開発の基準となる革新的なタイヤ、チントゥラートを装着させました。タイヤカーカスを覆うラジアルベルトの名前から採用されたチントゥラートテクノロジーは、当初は繊維、後に金属が用いられました。このテクノロジーによってタイヤ幅を広くすることが可能になり、チューブレスタイヤ誕生の道筋を作りました。空力の影響が大きくなるに従って、マシンの路面を抑えようとする力もまた増えていきました。タイヤの幅はさらに拡大し、40センチを超えるようになりました。幅広タイヤに代表される20年の進歩は設置面積を劇的に拡大させましたが、依然として溝のあるブロックパターンでした。レース専用にデザインされたスリックタイヤが登場したのは1971年です。コンパウンドも改良され、材料の天然ゴムはより柔らかく、より大きなグリップ力を持つ合成ゴムへと切り替わりました。タイヤへの負担も今までになく大きくなってきました。1971年のロータス 56B は当時最も負荷の高いマシンでした。ドライバーの後ろに鎮座するガスタービンエンジンは600馬力を絞り出し、四輪駆動を採用していました。重い車重と強大なトルクはさまざまなストレスをタイヤに与えました。1979年になるとフェラーリ T4 がラジアルタイヤを装着してタイトルを獲得しました。それはこの時期に使われていたグランドエフェクト技術に対応するためにも必要でした。サイドスカートがマシンを地面に押し付け、タイヤにさらなる負荷をかけました。そのためラジアルタイヤはますます堅固になっていきました。1990年代になると、ピレリは新しくデュアルコンパウンドを導入しました。それにより、予選での最高のパフォーマンスと、レース中のデグラデーションの発生を抑えることが両立できました。内側のコンパウンドはレース向けに固めに、外側のコンパウンドは予選向けにハイグリップなものに使い分けています。予選で見られたトラクションの問題とホイールスピンは表側の柔らかいゴムによって解決し、予選とレースでの幅広いターボセッティングを可能にしました。ピレリは P7 タイヤで1989年から1991年まで復帰し、ベネトンのネルソン・ピケを勝利に導きました。目まぐるしく変わっていく世界で、タイヤ接地面のデザインだけがここ30年で唯一変わりませんでした。ラジアルカーカス、デュアルコンパウンド、そして複合素材の使用は現代のタイヤにつながる重要な技術です。マシンが洗練されていくにつれ、ピレリはタイヤコンパウンドの改良のほか、カーカスや構造も見直してテクノロジーレベルを押し上げてきました。異なるコンパウンドによる究極のグリップとパフォーマンスは、世界中のサーキットで行われるトップレベルのレースで見ることができます。